はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、2015年8月30日に閉館してしまう梅小路蒸気機関車館へやってきましたね、うん、初めて来ました。そしてずっと来たかったね、はい、今日はこう楽しんでいきましょう、うん、最初で最後だからね、うちらね、うん、で、あそこにスチーム号とね、義経号ね、義経号がいますね、うん、これからなんか並走走行するみたいだね、うんうん、楽しみ。あとスチーム号の方にあるのれみたいだね。そうだね、後で乗りましょう。はい、はい、じゃあ行っていきましょう。はい、迫力満点だこりゃ。C51 なんてある。すごい、C51 なんてあるよ、ね、すごい、おーいいね、すごい。自動じゃん、あそこで運転して自動で動くんだ、この線路の数がすごいね。一気にな、何個かわかんない、線路の数だ、線路何個かわかんない、これこそ転車台だね、すごい。はい、そして梅小路蒸気機関車館といえばこの人です。こんにちは、寺田さん。すいません、わざわざお越しいただきました。いえいえ、会えて嬉しいです。いやいやいや、お久しぶりです。初めて来られたんですよね、ここ。初めてです。いいですよね、うん、すごいですね、うん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然見えへん。では機関車の裏の方行ってみましょうか。はい、行ってみましょう、行ってみましょう。すごい、すごいね、ゆっくり見れるみたいな。おお、これはこれはこれはすごい。これ相当、これ見れないよ、普通だと。こんな近くで見られるんだ。奇跡とかならないからさ。奇跡とかならないからね。すごい、こんな下からのショットなんて普通撮れないでしょ。わ、これはすごい。点灯した、点灯した、点灯、点灯。おお、だんだん動いてきた。すごい、すごい。おお、ここ石炭入れるんだな。あ、そうだね。あれ、石炭って意外と入らないんだ。あ、そっか、この下に水が入るからですね。ですね、ワンルームぐらいありますね。ワイの車両だ、2両車だ。
バックだ、バックしてる。まだある、まだある、まだある、全部まだある。まだあるな。これどっから来たの？あら？なんだこれ？お、あ、これはミニエフェル。金太郎、桃太郎。桃太郎。国会記念館すごいな。はい、ということで今回は梅小路蒸気機関車館でしたね。はい、寺田さんもありがとうございました。お忙しい中、楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで転車台ね。もう間もなく梅小路蒸気機関車館なくなってしまいますけどね。転車台は工事してチームなので、転車台は残るみたいだね。また新しくなったら来ましょう。はい、寺田さんも本当ありがとうございました。ありがとうございます、はい、また一緒に来れたらいいですね。そうですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。